お知らせがあります。一つ目、どうぞ。はい、この前、はい、何ですか、この前、おっとっと、プリシマンして、そう、この前ね、行ったんですけど、12月25日、はい、クリスマスライブをすることになりました。夜です。そうです、その名も、はい、ポッピーエモスマス。ポッピーエモスマス、もしかしたらサンタがやってくるかもしれません。みんなもサンタになってきてください。なんでよ。ポッピーエモーサンタクロースということで、ポッピーエモーサンタクロースで変な動きにしないで。ぜひみんなで楽しみましょう。よろしくお願いします。こちらが一つ目でした。そして二つ目、はい、1月の定期公演が決まりました。エピソード7は1月4日です。4日、明けましておめでとうございます。新春ですね。はい、新春のポピエモをぜひ味わいに来てください。時間はこれはまだ詳細が決まっておりません。でもきっとフルで開けておいてくれた方が、とてもフルで開けておいてください。場所はナインスパイスです。なになに、全然見えなかった。はい、エモスマスはナインスパイスです。大好きナインスパイスです。はい、はい、というわけで、あの、ツイッターで詳細を発信するので、ぜひぜひチェックしていてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして3つ目、私たち、はい、舞台に出演します。はい、色即デクサイキックという舞台ですね。1月16日から1月21日までの10回公演です。はい、はい、10回公演あります。こちらがですね、なんとこちらがですね、なんとって言ったから、10回見に来てくれた方には、そんな強者にはいるのか、ポピエモとお出かけ、お願いします。そうですね、必ず10回公演来てくれた方にの特典でございます。イエーイ、そんな果たしているのかというところですけど、あの、はい、絶対来たらお出かけに行こうよというのがあります。なのでお出かけ相手決めてる途中。ビトンザラ、ビトンファッションだな。え、買ってくれるの。え、どういうこと。めっちゃ嬉しい。違うよな。あ、そう、はい、そうそう、あとね、でも4回来てくれた方の特典もあるんだよね。あ、そうなんです。そう、これはまた別にあります。はい、舞台に4回来てくれた方にも別の特典があります。なので、はい、あとこの舞台がですね、ダブルキャストで、そう、ソラチームと色チームがあるんですね。ソラチームと色チームで、ナナちゃんが役が変わります。そうです、私は一緒なんですけど。そうで、ね、そのソラチームと色チーム、どちらを見てほしいのか。ソラチームがちょっと翻訳っていうのかな。だから翻訳の私を見てからの色チーム、欲張っちゃいます。ぜひ見てください。ぜひぜひ。はい、とても面白いので、絶対、はい、皆さんよろしくお願いします。